明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、2017年、平成29年明けました、1月4日水曜日、 FM 小沢のスタジオにはお揃いのブルーの T シャツ、胸に輝く金メダル、後ろにはかっこいい優勝旗、学童野球の秋の県大会古賀杯を見事2連覇しましたチーム、皆さんはどちらですか？チャタンドラゴンズです、優勝おめでとう。もう、20何日だった？25日だったっけ、はい、ちょうどクリスマスだったね、はい、約2週間ほど経ちましたけど、どうですか？毎日興奋して眠れない、キャプテン？はい、うん、思い出してはニタニタ笑ってる？はい、うん、彼女に報告したか？いえ、彼女いません。あ、そうですか、はい、引っかからんかったな、はい、すぐ入って言うかなと思ったのに。天太くん、はい、どうですか？あ、もう冷めました。冷めた？はい、あっさりしたやつだな。本当に？はい、毎日スキップして歩いてない？いや今まだ冬休み？はい、シリュウくん、はい、学校いつからですか？あさってからです。あさってから、はい、スキップしていこう。いや、ユニフォームで行くなよ。はい、一応学校だから。な、社短大2小は制服ある？いえ、ない。自由服？はい、だったら余計ユニフォームで行けん。ブギーダメです。あ、禁されてろ、はい、この T シャツはダメです。あ、これもダメ、はい、帽子はダメです。一切ダメ、はい、帽子は OK です。帽子は OK、 じゃあみんなで帽子かぶっていけん。金メダルは禁されてないだろ、はい、よし、はい、ここをかいくぐれ。よし、金メダルでいくんだ。はい、いいか、はい、何か言われたらラジオの変なおじさんにそそのかされたって言うな、はい、大丈夫か、はい、キャプテン、はい、金メダルと帽子忘れるなよ、はい、低学年にも言っとけよ、はい、低学年にはあなた方が何だった、ブロック予選で勝った時の金メダル貸しとけ、はい、必ず返せよって言ってからね、はい、はい、じゃあ今日新年一発目、チャタンドラゴンズの、だ俺間違えた、チャタンドラゴンズの皆さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。はい、ヒッティングチャンス、この番組はオリジナルプリントショップタカ、有限会社や不足工業、中野町居酒屋グースタイル、エナジックグループ京都屋クリーニング、安心と信頼の小座自動車、心のお仕事チムワザグループ、ベースボールプロショップ大野山スポーツ、以上各社の提供でお送りいたします。
はい、改めましてこんばんは。こんばんは。はい、1月4日水曜日 FM 小座のスタジオに、学徒野球のチャンピオン北谷ドラゴンズの皆さんにお越しいただきました。どうした名護球場？綺麗でした。綺麗でした。はい、ここで大谷翔平も投げてるんだな、プレーしてるんだなって思った？はい、思う暇なかった？思いました。思った？はい。ああ、ベンチの大谷翔平のサインあったか？いえ。球場のどっかにあったか？いえ。いえ。なかった？はい。じゃあ代わりにサインしとけよ。私が大谷翔平って書いとけ、代わりに。いいか、はい、はい。じゃあキャプテンからお一人ずつ自己紹介お願いします。どうぞ。じゃたんドラゴンズキャプテン中野だかりあなたです。ポジションはキャッチャーです。はい。ピッチャーの島袋天太です。はい。ピッチャーの吉見志龍です。はい。セカンドの野原龍也です。はい。サードのズケラン龍太です。はい。レフトの与座豊です。はい。ショートの上村哲司です。はい。センターの内間北斗です。はい。ライトの中村新希です。はい。レフトの嘉数正樹です。はい。ファーストの古澤真央です。はい。セカンドの牧師空です。はい。ライトの野原エイトです。はい。ライトの浅田真夏です。はい。センターの浅戸リートです。はい。サードの大金光也です。はい。ライトの荒本瑠世です。はい。センターの浦崎光希です。はい、どうもありがとうございます。以上18人。はい、はい。みんな北谷第二小学校。はい。うん、あ、浦崎君はどこ？またかっこいい。何インターナショナルスクール？沖縄アミークスです。アミークス？はい。はい、沖縄。どこにあるんだった？うるま市エノビです。うるま市エノビにある。はい。でそこからチャタンドラゴンズと一緒に練習してる。はい。はい、わかりました。お疲れ様です。さあキャプテン。はい。優勝すると思った？いや、思ってませんでした。どこで優勝するなと思った？どの辺で？1回戦から、うん、打線が爆発してたので、うん、いやこれはいけるんじゃないかなと思いました。ここはさ、はい、うん、今の質問に対する100点満点の答えは、はい、さよならのホームベースを踏んだ時ですって言うんだよ。はい、いいか、はい、次どっかで聞かれたらそう答えなさいよ。はい、うん、舐めてただろ相手。いや、舐めてはいませんでした。そうですか、はい、絶対俺たち優勝すると思ってた。はい、思ってた。はい、やっぱり舐めてるさ。いや、舐めてよ。そうか、はい、大丈夫か。はい、みんなキャプテンのことを信じて頑張った。天太くん。はい、大丈夫ですか。はい、キャプテン落ち着いてた。はい、大丈夫。はい、女の子にメール打ったりしてたベンチで。いや、そういうことはなかった。はい、大丈夫。はい、志龍くん。はい、はい、天太くんと2人でマウンド守った。他にも投げた？あ、一人だけ少し投げました。誰が投げた？リュウタが。リュウタ君が投げた。ダド君とかリュウタ君。ズケランリュウタ君。はい。何イニング投げた？1イニングも投げてません。あら、何ね。途中で交代されました。ストライクがやらんかった。はい。あ、コーチがすぐ睨み寄ったかベンチから。いえ。あ、監督がコーチに叱られる前に変えとこうって変えたんかな。分かりません。結局何1イニングも投げなかったわけ。はい、ちょっとせっかく言ったのにな。どの試合で投げた？イラハ戦です。2回戦で。はい、2回戦大差で勝ってるのにもっと余裕持てって監督に言っときゃ。言っときゃ。はい、うん、だごめんね、飛ばして龍也くん。はい、はい、龍也くんはセカンド。はい、うん、バッチリだった。ノーエラー。あー、1回エラーしました。あ、そうか。その代わり100個ぐらい取った。はい。お、余裕だね。OK。はい。龍太くん、龍や龍太。いいね。琉球の2人が並んでるね。龍や龍太。龍也くん。はい。野原さんは野原監督さんの息子さん。はい。龍太くん。はい。はい。ズキランさんはズキランコーチの息子さん。はい。はい。中田かりかなとくん。はい。中んだかりコーチの息子さん。はい。
すごいトリオだね。でこれみんな6年生？はい、はい、お父さんお母さん相談したって？子供たち男の子作って同級生にしてから沖縄一なのぜって聞いたことある？いや今度聞いてごらんよ。はい、はい、かなとくん何月生まれ？8月生まれです。りゅうやくんは？12月生まれです。りゅうたくんは？10月です。8、10、12やっぱり揃えてるさ。作戦組んだはずよ。ちゃんと聞いとけよ。はい、これだけどまたお父さん一人ではできないからな。お母さんにも相談してるはずだからちゃんと聞いとけよ。はい、メガネがリリシー。ゆたかくん、はい、怪我はなかったか？はい。メガネ割れんかったか？大丈夫です。大丈夫した？はい。自打球は何、自分のメガネ狙って打ったわけ？あ、いえ、そんなことはないか。はい。痛かったか？はい、痛かったよな。はい。メガネ割れてなかった？大丈夫でした。中の目は割れてなかった？大丈夫でした。これも大丈夫？はい。ファールが自分のところに飛んでくると思った？あ、いえ、重いよな。はい。ホームラン打とうと思った？あ、いえ。何を打とうと思った？ただのヒットです。ただのヒット、簡単に言うねお前ね。あ、ただのヒットを狙ったのがファールになって自分の顔に飛んできた。あ、なんで？あ、チンチンです。あ、君は顔じゃなくて金玉だったか。はい。そっか、ラジオでこんなこと言っちゃったよ俺は。はい。君はそうだったか。はい。ごめん、あの下流下1階の他のチームの選手とごっちゃになってしまった。はい。そっか、痛かったか。はい。音聞こえた？あ、いえ。面白くないやつだなお前は。あ、でも普段はあんなに面白いのに。はい。兄ちゃんから習ってこいや。はい。兄ちゃんだったらここは間違いなく、はい聞こえました、チンってなりましたってっていうわけさ。はい。わかる？はい。ああ、でもう一回聞くよ。はい。音聞こえたか？はい。どんな音だった？チーン。そうか。はい。でその瞬間バッターボックスにうずくまって。あ、でもちょっとが観客席応援のところで笑ってる人もいました。で君はそれ意識した？あ、いえ。誰かがスプレー持ってきよった？あ、いえ。あの、なんかコールドスプレー持ってこなかったか誰も。でも話してる人はいました。あ、あっちにコールドスプレーかけようって。あ、で君試してみたか？いえ。コールドスプレーかけたらどうなるかって。いえ、痛そうだったのでやめました。あ、そうか。で何揉んでたしばらく？いえ。何？もう痛いの我慢した？あ、ベンチに下がって休んでました。あ、そうか。はい。コールやってた？いえ。フーフーした？いえ。マジだかな。はい。で自然に腫れは引いたか？はい。まだ腫れ引ってる？いえ。まだ腫れてる？いえ。大丈夫？はい。オッケー。毎日お風呂入って確かめてるか？いえ。確かめんと。その日だけです。あ、はい。その日だけは腫れてた？あ、確かめただけです。あ、で大丈夫だったか？はい。その後もずっと大丈夫？はい。曲がってないか？いえ、大丈夫です。右書いたりね。いえ。あ、大丈夫？はい。添え木とかした？その晩は。いえ。それも言ってない？はい。頑丈だなお前のチンチンな。はい、わ、はい、かりました。お待たせしました、てつしくん。はい。上村てっちゃん。はい。あんちゃん元気か？はい。父ちゃんも元気か？はい。父ちゃん今 A&W か？いえ。去年も同じこと兄ちゃんに聞いた、今思い出した。今どこね父ちゃん仕事？31です。31アイスクリーム売ってろ。はい。どこで？一応回ってます。回ってろ。そうか、あっちパークアベニューじゃなくて何だった、あっちはミュージックタウンは31閉めたのか？わかりません。わかりません、分かっとけお前。お父ちゃんと暮らしてる？一緒に。はい。会話してる？はい。うん。お父ちゃんどこに働いてるのって聞かんと。うん。次ちゃんと聞いとけよ。はい。俺そこに行ってからタダでアイスクリーム食べるからよ。うん。な、何だった、あの鉄氏の賭けでお願いしますって。な、ちゃんと頼むぜ。はい。言っとけよ。はい。うん。はい、お隣は北斗くん。はい。北斗七星の北斗か。はい。うん。いい名前だな。はい。言われる？はい。うん。お前やっぱり相変わらずうるさいやつだな。こうきや。はい。自分の番が来るまで待っときゃ。大丈夫か？はい。旦那の話してたか。あ、北斗。はい。北斗七星の北斗か、それとも北斗の拳の北斗か、どっちか。あ、わかりません。わかりません。はい。そうか。わかりました。新規君。はい。新規君。はい。6年生って何番目に大きい？わかりません。わかりません。そうか。大きい方。はい。大きい方。はい。うん。よし、わかりました。隣の正樹君。
あ、はい。まさきくんの名前も新規って読めるな。あ、はい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 、はい、まあ今自分の名前の漢字忘れてただろしばらくは。大丈夫か。はい。まさきくんはどんな字書くんですか、漢字で。あの真っ白の間に輝く、はい、輝くです。うん、わかりました。これを真っ白の間って言った人は僕は生まれて初めて聞いた。真実の真とかね、普通は言うけど真っ白の間ね、わかりました。真っ白の間と輝くでまさき。はい、わかりました。よし、じゃあ次からは真っ白の間って言おうね。ね、真っ白のマー君でいいか。真っ白マー君。真っ白マー君ね。はい、お隣古澤君。はい。はい。あなたは真央君。はい。で何、どんな字書くの。わかりません。だって習ってない。ね、資料によると5年生って書いてあるよ。はい。まあ、幼稚園生だったらわかりませんでいいけどさ。真央君。はい。古澤真央君の真央ってどんな字書くんですか。説明してください。真央に、うん、和、平和の和。まあ当たってるけど危ないよ、5年生だろお前な。はい。真央ね、あの踊る方の真央ね、はい、平和の和ね、はい、大丈夫ね、はいはい、説明できるようになっときよちゃんと。はい。分かりませんって言うのよ、はい、恥ずかしいよ。来年も優勝したらこっちクラーズだからさ、はい、ちゃんとスラスラ説明できるようになっときよ。はい、はい、お隣の空くん。はい。いい返事だね。はい。空くん。はい、はい、どんな字書くんですか。後悔の後です。空ってスカイの空だろ、お空の空だろ。あ、違います。違う。はい。後悔の後って海だよね。わかりません。あ、お願いだから5年生もう少し勉強してから、野球だけじゃなくて。はい。お前ちが国語の時間バット振ってるだろ。いえ。はあ、もう困ったやつらだな。先生に言っとくからよ、国語の時間ちゃんと漢字の勉強しときゃ。はい。いいか。後悔の後で空。はい。いいですね。はい。お隣エイト君。はい。野原エイト君。はい。八って書くのか。栄養の栄に人です。八だろ。野原八ちゃんだろ。八ちゃん。違います違います。八ちゃんと呼んでくれる人いる？いません。いない。はい。お、英語風にエイトって呼ばれてるの？たまに言われます、ね。たまになんて言われる？じゃあ普段はなんて言われてるの？普段ビリケンって言われます。ビリケン。そうか。どっから来たのビリケンは？ビリケンは大阪。インド、大阪。大阪。ああ、言われたらなんかそんな感じするな。はい。うん、だけどいいよ、今日からはっちゃんな。はっちゃん。はっちゃん。野原はっちゃん。はい。エイトって誕生日8月8日だったらもう最高だけど、どうですか。誕生日いつですか。12月5日です。1と2と5を足して8だから8ってつけたんじゃないか、お父さんは。そうだはずよ。聞いとけよ、調べとけよ。はい。ああ、うん、よし。じゃあ次はマナト君。はい。マナト君とリート君。はい。朝とツインズですか。はい。ですか。双子ですか。はい。ああ、まあ、あの双子はさ、2つのパターンがあってさ、そっくりなパターンとそうじゃないパターンと、どっちですか。2人は二卵性だけど超似てます。超似てる。性格は似てます。あ、性格全然似てます。あ、性格は似てる。顔は似てません。あ、似てません。似てません。なんかあのリート君、はい、今の返事の仕方はなんか似てるということに対してちょっとイラッとしてる普段。はい。あ、そうですか。困ってる。はい。あいつより俺の方がイケメンだと思ってろ。はい。そうそう。じゃあ、マナト君とリート君、二人目つぶって。相手より俺の方がイケメンだ。あれ？マナトはそう思ってないの？はい。思ってない。そうか。じゃあもうしばらく目つぶっといてよ。あ、やっぱ思ってます。あ、やっぱ思ってます。オッケーオッケー。ちょっと遅いけどいいだろう。あいつよりは俺の方が頭がいい。
あ、目つぶって。あいつよりは俺の方が頭がいい。はい。あ、そうか。マナトは頭が悪いです。あ、そんなこと言うな。君が95番で彼が96番ぐらいだろ。はい、うん、あいつよりは俺の方が野球がうまい。おーおー、オッケー、わかりました、2人の兄弟関係がわかりました。あっと待って、マナト君、はい、誕生日いつか？6月7日です。あ、もう目開けていいよ。はい、はい、リート君誕生日いつか？6月7日です。あ、一緒か。はい、そうか、一緒なんだ。はい、誰が先に生まれた？あ、はい、あ、はい、人に言われるな、面白いやつだな。自分が先に生まれたの覚えてる？いえ。あ、覚えてない。そっか。マナトはリートの方が先に出たの覚えてる？いえ。あ、覚えてない。そういうもんか、双子でも手つないで出てきたとかお母さん言ってなかった？あ、俺は手つないでっていうか、あのケエビみたいにケツから出てきたってやつ。あ、そうか。スーパースター並みの出方だな。ああ、よし、わかりました。じゃあ、お待たせしました、高野君。はい。大金高野君。はい。これ大金持ちになる名前。わかりません。子供ができたらよ、男の子ができたらよ、持ちやってつけろよ。持ち、はい、なあ、はい、なあ、はい、大金持ちや、最高じゃないか、まあ、はい、ああ、何やっても成功するはずよ。はい、いいか、大金持ちやだよ。はい、いいか、はい、うんうん、頼むぜ。はい。で、女の子が生まれたら、もちこ。ちょっと女の子にもちこはちょっとつらいな。大金もちこ、大金もちこ、なんか女の子でもスラッと出てくる名前考えときゃ。今12歳か11歳か。今10歳です。10歳か、はい、じゃああと10年から15年後だな、結婚するのはな。はい、うん、考えとけよ。はい、はい、荒本ルイセ君。はい、ルイセ君。はい、ためかっこいいな、ベーススターって呼ばれてるか。ベース、あ、いや、いや、今日から呼んでもらえじゃん、うん、長いですね。おい、長くてもいいさ。じゃあベーススターだから略してベスって呼ぼうか。それまずいだろう。なあ、うん、ルイセイじゃなくてルイセ。はい、ああ、野球のベースと星。はい、いいね、ルイセ。はい、で、何、僕の星はあれだとかって決めてる？空に向かって決めとけよ、うん、あ、サソリ座。うん、サソリ座、 OK。 サソリ座のどの辺とかって決めてるか？いえ、決めとけよ。はい、うん、みんなにあれ俺の星だぜって紹介するんだよ。はい、うん、登記してあるからって。皆さん小学生は分からんけど大人が分かるからな、ちゃんと登記しとけよ、その代わり。はい、な、はい、お待たせしました、浦崎幸喜君。はい、おい、また待たされてからすねてろ。あ、こんなね、またしやがってって感じだったら今の演技なだろう。いえ、あ、そっか、チャタンドラゴンズに映ってよかったか。はい、よかったな。はい、ああ、優勝もしてな。はい、ああ、どこに行った、優勝してから。はい、クリスマスで優勝してどこに行った、サンタクロースとどっか行ったか。うん、どこも行ってないです。あ、そうすか、招待なかった。いえ、彼女と招待なかった、サンタクロースが。いえ、うん、ありませんでした。あ、そうすか、今からかな。はい、ね、いや、もう遅いと思います。もう遅いと思う、はい、そっか、残念だね。はい、皆さんは12歳、チャタンドラゴンズがチャタンタイガースだったの分かる人？はい、ああ、結構分かるね。 OK、 分かりました。じゃあ、今日はあの昔を思い出してタイガースの歌を準備しました。歌一緒に聴いてください。お願いします。
アイオブザタイガー聞いていただきました。サバイバー、映画のロッキーの3のテーマだったですね。でロッキー見たことある？はい。いえ。あ、ない。そうなんだ。皆さんどんな映画見るの？君の名は、あれアニメ。君の名は見た人？はい。お、この世界の片隅で見た人？あ、これはいない。この2つ今年じゃない、去年の大ヒット映画の、アニメの大ヒット映画ですけど、何、スターウォーズ？スターウォーズ好きな人？あ、まあ見てる。あ、そうですか。はい。他には何があるの？皆さんが見るようなバイオハザードって今テレビでコマーシャルしてるけど。見たいけど見たいけど見れない。そうですか。面白い。日本の映画では？明日見に行きたい。ドラえもん。クレヨンしんちゃん。妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチ実写版もあるの？ああ、そうか。OK、わかりました。はい、まあ皆さんは映画よりは野球が好きということでよろしいですか？はい、はい、野球よりは勉強が好きな人？豊かです。豊か、みんなが言ってるわ。勉強より将棋ですよ。勉強より将棋や。すごい。何、将棋何段か？はい、持ってません、そんなの。うん、ね、持ちなさいよ。で何、将棋ってどれくらい強いの？とりあえずハブと対戦するぐらい。人工知能と戦う。またお前ちょっと、次って大将だな。あのさ、はい、何だったっけ、清の青春って映画知ってる？いえ。あの人何清だったの人？あれ、あれ、あのハブ義治と勝負して残念ながら負けちゃって、病気のために29歳で亡くなった人。わかりません。知らない？はい。いいよ、じゃあ勉強してから見に行きなさいよ。はい、うん、はい。すごい人だったらしいよ。この人は将棋の名人になるって言ってから、中学校ももう本当にあんまり行かなくて、はい、とにかくもう将棋一筋、年から年中将棋ばっかりやってたらしいよ。勉強、将棋の勉強。あれ何したとし、あ、いや忘れた、出てこない、な、頑張れよ、はい、勉強したらできるよ、はい、野球と将棋とどっちが強くなるか。野球です。あ、そうすか、はい、大丈夫？はい、はい、って何、まあ将棋でさ、金玉にボール当たることはないから。あ、ありませんね。ね、はい、あ、そっちがいいかもしれない。はい、しっかり頑張れよ。はい、はい、将棋も野球も。あ、野球を頑張ります。あ、好きな女の子いるか？はい、好きな女の子いるか？いえ。あ、いない。はい、本当に？はい、いるんじゃない、一人ぐらいは。いえ、だからみんなにいじられる。いないからいじられるわけ？たまに。あ、そうか。あ、じゃあみんないるわけ？いるだろ。いる。何？いや、いっぱいいますね、後ろの人。いっぱい何？他の人は いると言ってました。あ、そうですか。特にマナト君なんか。マナト君は何？いる。3人ですよ。3人！前は6人いた。まずいんじゃない、それは。3人片思いです。向こうが君に片思いしてるわけ？あ、俺があっちに。3人もいるわけ？はい。当然さ、お前。ああ、男と女のルールを知らんの、お前。いくら小学校6年生とはいえ、お前考えて、 A ちゃんがダメだったら B ちゃん、 B ちゃんがダメだったら C ちゃんとかって考えてないか？そんな考えしたぜ。3人みんながマナト君好きって返事したらどうするか、お前。ああ、危ないやつだな、お前。ああ、芸能ニュースを賑わしそうな大人になりそうだな。大丈夫か？ああ、この人一筋ってやらんと。早く、じゃあ3人の中から1人選べ。ここにあ、ドラミ、ジャイコ、静か。はい、誰選ぶ？静かって誰なんだ。当分一人で考えとけな、はい、さあ、カナト君、はい、中学校はどうしますか？ボーイズ行きます。ボーイズ行く。はい、テンタ君は？
まだ決めてません。志龍くん。まだ決めてません。龍也くん。中学校の野球で。学校の野球。はい、はい、龍太くん。ボーイズ行きます。ボーイズ。はい、豊くん。茶壇中の野球です。あ、はい、わかりました。中学校で軟式野球やる人。はい。おー、8人。公式ボーイズに行きたい人。おー、3、4、5人。他には野球以外のことやりたい人。おー、エイト君は何やるの。食べること。食べること。フードファイター。パティシエ。マイクが来てから考えるな。決まってたんだろ。テニスコッキング。ロボコンやりたいと思います。何コン。ロボコン。何ロボコンって。あ、自分で作ったの。作ってロボコン。じゃああれか、高専に行く。高専。高専って何ですか。あのあっちに名護の辺野古にある学校。はい、名護の辺野古にある学校。沖縄何だった、正式名称は。工業専門学校。あ、何だったっけ。高等専門校。あ、なあ、分からない。いや、ロボット作って頑張れよ。はい。日本のロボットの王様誰か分かるか。誰だ。俺って。お理由。お前鉄腕アトム知らんのか。ロボット、鉄腕アトム知らずしてロボット語るなよ。頼むぜ。一番好きなロボットは。ドラえもん。いえ、ドラえもんってロボットだろ。はい、なあ、はい、最近知った。ドラえもんって猫のぬいぐるみ。わしも。わしもアニメの。おばあ。おばあ。またそんなのがあるわけ。はい、足もったら、あの、わしも。わしも。わしも。はい、でっかいテレビの。世の中進んでるな。足もまではなんとかついていけそうだ。わしもは知らんな。オッケー、わかりました。あ、他には、中学校で他にはみんな大丈夫。後期はポニーズ。どこのポニーズ。ギノアンポニーズに行くわけ。わかりました、しっかり頑張れよ。はい、あれも公式野球だよな。はい、何が違うの、ポニーズと。リーグが違います。わかりません。ボーイズとポニーと類感が違うの。あ、なんかあの普通の日本だとなんか普通 の、 あの一般の大きさでのらしいんですけど、なんかこのポニーの専用みたいになった時に距離が近くなるみたいですよ。 16.4 とかなったりとか。詳しいね。勉強してる。あ、勉強してないです。当然知ってる。はい、これくらいは当然知ってる。当然ではないですね。あ、そうですか。じゃあ軟式野球とプロの硬式野球と、はい、全て投手と捕手の距離は 18.4。 おー、出たね。知ってた人。おー、知ってるね。 18.44 知ってた。覚えとけよ。 18m44 覚えとけよ。はい、大丈夫か。はい、はい、算数の試験に出るはずよ。算数。ゆたか、はい、掛け算ここ大丈夫か。はい、大丈夫。はい、2桁の掛け算もできる。あ、できます。おお、 10×10 は100です。おお、 99×99 は8991。本当か。大体です。大体 OK。 100×100 は。あ、1万です。おお、スラッと出るね。さすがだね。じゃあ、 あの将棋で歩がひっくり返ったら何になると。わかりました。校舎のことを、校舎のことをおっさんたちは何て言う。校舎、うん、教とかですか。ああ、槍って言ってほしかったな、ここな。えい、うん、競馬のことをおっさんたちは何て言う。馬ですか。まあいいね。やっぱり将棋頑張れよ。はい、名人戦俺テレビで見とくからさ。な、うん、テレビで応援するからよ。はい、うん、だいたい皆さんが甲子園に出る頃、君は将棋の名人戦で。いえ、うん、いいんじゃないか。いえ、将棋強くなったら綺麗な奥さんもらえるよ。いえ、いや、野球選手の方がいいか。はい、ああ、野球選手の方が綺麗な人と結婚できるか。いや、そういう意味じゃないです。あ、そういう意味じゃない。はい、そうか、わかりました。だ、かなとくん、はい、
ポジションはキャッチャー。はい、はい、中学校でもキャッチャーする。ショートやります。あ、ショートやろ。もう決めてろ。はい、大体希望です。希望。はい、はい、天太くん。はい、ピッチャーか小学校で、あ、中学校でどうしますか。ピッチャーやります。ピッチャー。シリュウくんは。はい、中学校ではピッチャーやります。あ、そうですか。天太くん、はい、身長何ぼですか。167ぐらいです。167。一番大きい。浦崎浩輝と誰が高い。同じぐらい。同じぐらいから。はい、わかりました。体重一番重たいの誰。浩輝。浩輝マラトだ。8？ 違いますか。マラトだ。マラト、後期にはかなわんだろ。後期だ。はい、OK。 はい、ちょっと辛い質問するけど、30キロない人いとこ。もうある。あるわ。あ、よかったな。お前メガネだろ。メガネ外したら30キロ切るんじゃないか。メガネが重い。30キロあろう今。はい。あ、飯食ってるか。はい。お前そういえば俺となんか約束したよな、去年な。ああ、やべやべ。フットビックを飲むって言うんですか。はい。なあ。はい。やってるか。飲まなかったけど、その分他のものを食べています。で、大きくなってる。はい。何回もちょっと間があったな。はい。やっぱりノービック飲んだ方がいいんじゃないか。いえいえ。うん。いえいえ。やった方がいいよ、飲んだ方がいいよ。はい。じゃあ牛乳な。はい。何時に眠る、毎日、毎晩。10時ぐらいです。10時。よし、じゃあ9時45分に牛乳を飲む。はい。いいか。はい。1リットルだよ。1リットル。はい。あの、志村けんと加藤茶がコントするの見たことある？あ、ある。ねえ、あの牛乳のコント。あの加藤茶をこすんだ。いや。大丈夫できる。まずはじゃあ、300ぐらいから。ね、あ、じゃあ200から始めてみます。200からね。はい。ちょっと弱気だな。はい。ミリリットル。うん、よし。じゃあそれを5杯。トータル1リットル。いや。夜中あのおしっこに起きたら白いのが出てくるぐらい。牛乳飲むんだ。はい。うん。いいか、いたか。はい。頑張れよ。はい。大きくなれよ。はい。はい、言うたか。はい。あんちゃん元気か。はい。あ、高藤だった。はい、あんちゃん。はい。豊かってどんな字書くって説明できるか。あ、いえできないわけ。はい、6年生、はい、しっかりしろや。はい、悠々の悠と公式の子。はい、っていいんじゃないか。もっとなんかいいのがあったら後で俺に教えてね。はい、いいですか。はい、はい、かなとは自分の名前説明できるか。できると思います。はい、どうぞ。と、かなうに夢です。 あっさり言ったね。俺最初これ見た時よ、カナムだと思う。カナトなんだね。はい、わかりました。間違えられてる。天太くんはもう楽勝。はい、はい、天国の天に。待て待て待て、お前。そこでいきなり。まあいいけどね、ヘボでね。はい、はい、天と に、太るの歌。オッケー、わかりました。みんなたくさん弁当食べて、あ、今冬休み中か。はい、お年玉たくさんもらった人。はいはい、オッケー。はい、みんな目つぶってください。僕はお年玉5万円もらいましたという人いないか。じゃあ1万円はもらったなという人。おお、いるね。オッケー。はい、目開いてるやつ誰か。僕は、はい、下ろしてください。僕はお年玉1000円しかなかったという人は、まあ、いないね。じゃあ皆さん2000円から1万円の間ということでよろしいですか。はい、はい、目を開けてください。さあ、この2000円から1万円で何を買うか。野球道具買う人、テレビゲームのソフト買う人、新学期に備えて、中学生の新学期に備えて帳面買う人。あれ、あ、帳面って言わんか今。なんていう、ノート、ノート、失礼しました。ノート、ノートブック、すみませんね。帳面と鉛筆で、鉛筆は今も一緒だろ。ああ、そうか。何買うの。じゃあ貯金。はい、お、オッケーオッケー。はいはい、わかりました。オッケー。意外とというか皆さん堅実ですね。素晴らしい。はい、硬いっすよ。うん、
チャランポランじゃないね。よかったぜ。僕は絶対マナトなんかはもうお菓子買うって言うかなと思ってる。あまり甘いの食べない。おお大人でビール飲んでる。飲みたい。そうか。冷蔵庫にビールが冷えてる。あ、冷えてた。あ、飲みたい。よし、じゃあこっから先はちょっと校長先生に聞かれたら困るからな。あのコマーシャル流しとくからその間に教えてね。はい、じゃあスポンサーからのお知らせお願いします。はい、ヒッティングチャンス今日は291試合目です、チャタンドラゴンズの皆さんと一緒にお送りしています。おかげさまでですね、ヒッティングチャンス間もなく満6年を迎えようとしています。で、3月には順調にいけば3月には300試合目を迎えようとしています。300試合目誰に来てもらおうかなと思って考えてるんですけどね。今日皆さんにはちょっと申し訳ないんだけど、プロ野球選手が最初来そうだったんだけどね、もう明日から合同自主トレが始まるから帰りますと言って帰っちゃったんだ。だからもったいないな、一緒に出てもらおうと思ったのに惜しいことをした。さあ、2月の1日から何が始まりますか？2月が始まる。面白いけど退場だな今のは。キャンプ、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 そうですよね。あなた方今どんな格好してるの？野球選手の格好してんだろ。野球の質問だよ。9割9分は2月1日からプロ野球のキャンプが始まります。さあ、茶谷町にはどこが来るの？中日ドラゴンズはちょっと昨シーズンはパッとしなかったけど、だからキャンプインの初日には皆さんが金メダルという賞金を持って茶谷球場に行く。俺たちを見習えって言うんだ。いいか。僕たち去年何回？5回6回6回です。6回優勝しましたよ。って11回でしょ。何だった？優勝記録本。
ね、監督変わるよな今度な。監督は同じ。違う違う違う、中日ドラゴンズよ。変わる。ね、変わるよな。ちゃんと教えとけよ、うん、俺たちの方が強いんじゃないですか、うん、だ、龍太くん、はい、ドラゴンズが指名したらどうする？ドラフトで、ドラフトで行きます。行きますわ、はい、父ちゃん OK するか？すると思います。する、はい、OK、哲志くん、哲志くん、はい、上村哲ちゃん、はい、ドラゴンズがドラフトで君指名したらどうする？行きます。行こう、はい、その時はさ、あんちゃんも一緒に行って言いなさいよ。はい、うん、な、うん、あんちゃんも一緒じゃないと行かないって言うんだよ。はい、いいか、はい、うん、よし。龍也くん、はい、野原龍也くん、はい、ドラフトでドラゴンズが指名したらどうする？行きます。あ、行くんだ、はい、そっか、みんな行くんだ。ズケラン龍太くん、はい、もう一回タイガースが指名したらどうする？阪神タイガースがぜひとも来てくれと、縦島のユニフォームを横島にしてもいいから来てくれって言われたらどうする？お父さんも一緒に来てくれって言われたらどうする？断ります。断ろう。お父さんコーチへ、はい、君選手は親子で来てくれって言われたら、わかりません。わかりません、はい、じゃあその時はお父さんと相談してからな、はい、うん、行きなさいよ、はい、なお父さんにも給料が増えるかもしれないし、はい、な、さあ2日後には1月6日から学校、はい、茶団長は2学期生3学期生2学期生です。2学期生校舎はいつできる？できます。校舎できた、はい、運動場は、まだです。まだです。まだ今じゃあ運動場にプレハブが立ってるの？はい、早くじゃあプレハブ撤去して思いっきり練習ができる日が来るといいな。はい、あと何ヶ月かかるの？プレハブ解体に1月いっぱいまであるってことじゃあもう校舎はできたから、この1月6日からは新しい校舎に入るわけね。はい、はい、よこすなよ。はい、はい、もう気づけな、はい、またわざとか、いや、か、壁当てしてないか？してません。教室の中でバット振ってガラス割ったやつはいないか？割りそうなやつはいないか？います。マナとやりそうだね。君はさ、君はさ、マナと、はい、次僕と会う時までに約束だよ。何ですか？3人のうちから1人に絞れよ。職人に決めたよ。おい、まあ、小学校6年生かお前。ああ、2人はもうバイバイにしたけど。バイバイにした。誰この子はだ、振ったみたいな。おい、はい、H か、 H マナト、危ない小学生じゃないか。大丈夫か？はい、大丈夫ね、はい、あ、はっちゃんみたいにさ、ビリケンみたいな顔してからさ、みんなが足の裏触りに来るような人にならんと。ああ、大丈夫か？草形さん、うん、リート、はい、あ、そうそう、リート、はい、マナトがちょっとよそ道にそれようとしたら直すの君の役目だよ。なんでですか？なんでですか、お前双子だからさ。一生双子だよ。ああ、な、頼むぜ、はい、あいつの面倒見てくれよ。兄貴だろ？あ、はい。1分早く生まれたんだろ？はい、あ、同じ6月7日に、はい、あ、頼むぜ、はい、俺が兄貴みたい、はい、そうか、だったらお前2人も3人も好きって言うな。こいつ、こいつは何や？同じ人、2人好きです。同じ人好きなのか、お前って。もしかして、はい、あ、同じ人好きなの？今1人4人いますよ。ほんとね、すごい子だな。もあ、いるわけ？なんね、あの歌手の卵みたいな子がいるわけ？皆さん分かるの、その子？もちろん、はい、じゃあその女の子が好きな人、1234、お、8が、お、8も手挙げた。あ、お前らちゃんと挙げた。あー、すごい。ルイセも好きなわけ？あー、違う違う、手挙げたぞ。変なやつだな、お前。5なお前、またただみんながノリで手挙げたから俺も手挙げようと思ったの？
ああ、ちょっとマイクがなかなか回ってこないから俺も手を挙げとこうって。あ、はい、面白いやつだな。ちょっと困ったやつだな。でその女の子がさ、4人がみんな付き合ってくださいって手出した時にルイセ君の手握ったらお前どうするわけ。いや冗談でしたっていうのか。困ったやつだな。はっちゃん泣くよ。はっちゃんとかマナトとかリート泣くぜよ。ねえ、ねえ、ふざけんじゃねえよってなるよな。俺は真剣に好きなんだよ、3人のうちの1人なんだよって。待て待て、マナト今思ったけどさ、その相手の3人の女の子はさ、3人のうちの1人って知ってるの？はい。自分はマナトから好かれてるっては知ってるの？その子たちは知ってる、知ってる、知ってる、こいつが。でこの3人はそれぞれ自分のお金、あと2人マナトが好きな人がいるっても知ってるの？え、知ってる、あの誰かが好きだったら知ってる、知ってる、知ってる、全部知ってる。困ったやつだな、マナト。マナト、やっぱり一人に絞れ。うん、な、もう静香ちゃん一人に絞るんだ。もうジャイコとドラミちゃんを譲れ。一回も譲る。ドラミちゃんはもうドラミ。なんだった、あのヨザ君なんか喜ぶんじゃないか。何ですか。よし、じゃあ中学校でもみんな頑張ってよ。はい、はい、今日は忙しいところ本当にありがとうございます。気をつけてお帰りください。はい、はい、ヒッティングチャンス。この番組はオリジナルプリントショップタカ、有限会社ヤフソ工業、中野町居酒屋グースタイル、エナジックグループ京都屋クリーニング、安心と信頼のコザ自動車、心のお仕事チムアザグループ、ベースボールプロショップ大根山スポーツ、以上各社の提供でお送りいたしました。今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。おー、さすがハモったね。マナト5秒あげるから好きな女の子の名前どうぞ。アサニー言うんですか。あ、取れました。イエス。あー、ごめん、時間切れ、残念。この次にね。はい、今日どうもありがとうございました。